いいなって自分がいいなって思ったものをグッとくるというものをちゃんと線で捉えてるかっていうことね。それができますようにっていうこう念を込めないと、ともすればともすれば逃してしまう。実写の映像をどう選んで線に起こすかですよね。そこにやっぱり個性が出るつうか好みが出る。やっぱりラインの美しさが好きですね。線の質感が出る美しさが好きですね。重さとか。僕らなんでこんなずっと描いてるのかって、あの上手くなりたいだけなんですよね。そうなんですよ、上手い人目を見るとああなりたいって思っちゃうんですよ。そう、ああなりたい。すっごいこれいいな、これはもうみんな見習え。ワン、ツー、スリー、マンベン。漫勉、小さなペン先から壮大なドラマを生む漫画家の仕事場に迫るこの番組、ついにシーズン4がスタートです。仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた漫画家です。デビューから34年、ジャンルにこだわらず漫画の地平を切り開く作品を生もうとしてきました。これはなしだったのにっていうことをあえてやったら、その人のやり方だとポップに見えるっていうような、何かバーンって突破口ができて、もう全て OK だねってなっちゃうこともあるかもしれないですよね。シーズン4最初の漫画家さんは、少女漫画の新たな可能性を追求してきた方です。清水玲子さん、30年以上第一線を走り続けてきました。最大の魅力は絵の美しさ。最小限に抑制された線で美しい人物や情景を描きます。一方で作品のテーマは深淵です。愛や命をテーマにした SF やサスペンスで少女漫画界に新風を吹き込んできました。時に残酷でグロテスクな描写を美しく描き、読む人の心に迫ります。今回その執筆の現場に3日間密着することができました。そこで発見したのは線、そしてデッサンに対するしつこいまでのこだわり、そしてうまくなりたいという強烈な執念でした。1ヶ月後、撮影された映像を見ながら対談します。同期なんですよ、デビューが一緒、83年。感性ですよね。よくまあそこまでこう破綻のない線を連ねることができるなっていうね、感心しちゃいますよね。まず清水さんの自宅兼仕事場を訪ねました。
どうもお久しぶりです。お久しぶりです。どうも今日はよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。うわ、こちらで書いています。なんかあれですね、清水さんの仕事場って感じしますよね。そうですか。これだけ綺麗な仕事場は今まで初めてじゃないかしら。うわこれうちと同じ棚を使っていますが。あ、本当に閉まんないです、うち。うわこれお店開けますよね。絵だけでなく仕事場も几帳面で綺麗なんですね。美しい線で革新的な少女漫画を生み出してきた清水玲子さん、その創作の秘密が明らかになります。まずは美しい男性を描くコマです。ネームを下に置き参考にしながら下書きします。シャーペンじゃないんですね。あの各絵の大きさによります、ね、大きい顔は鉛筆で入れて、うん、小さいのになるとやっぱり 線がぶっとくなるとちょっと分かんないので、うん、細かい 0.3 とかで使い分けて、うん、すごいガード下の靴磨きみたいな。私ですか。いや、あの髪がねわさわさとこう降りてくるのが気になるので、H の濃さの鉛筆で下書きしていきます。作品は秘密トップシークレット、舞台は近未来の日本。死んだ人間の脳をスキャンし記憶を映像化する技術が実現。その技術を用いて犯罪捜査を行う捜査員を描く SF サスペンスです。今書いているのは美貌と天才的な頭脳を持つ捜査員のリーダー、主人公のマキです。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう撮影します。下書きが終了、美男子が描かれました。続いてペン入れです。ペン入れの時はこの白い手袋とか一番力の当たるこの中指とかにサポーターっぽいのをやらないと痛くて書けないですね、うん、サポーター的な側面もあるんですか、この手袋は。そうです、あのかなり和らぎますよ。あ、そう。直に持つと、直に持つと疲れるんですよ、手が。そうしようかな、うん、最近なのかな、清水さん、あの早くの人の目が小さくなりましたよね。あの一部でだからこう牧以外は全部モブ顔にされて、うん、描いてるとか言われちゃってるんですけど、うん、一応この漫画の世界観の中ではこの人が突出して一応綺麗な顔をしてるって設定にしてるので、うん、印象的に、うん、はいはい、まあ、それを演出する、すごいですね、この美しさたるやね。あのラルク・アンシェルのハイドさんが一応モデルさんじゃないかと思いましたよ。ビジュアルのイメージです。そう、僕それ聞こうと思ったんですよ。ああいう人が別に官僚を目指してたっていいわけじゃないですか。ですよね、うん、いるかもしれないじゃないですか、うん、いたらいいな、かっこいいなと思って。
髪の毛に細い書き込みを入れていきます。これ丸ペンですよね、はい、この髪の毛っていう作業はね、こういうふうに書くっていうことがまず僕ら本当にコンプレックスですよ。いやいやいや、こんな綺麗に描けないですよ。どうしても雑になっちゃうですよ。今のこの秘密になってからはそんなにこう髪の毛長い人とかサラサラの綺麗な人とか金髪美女とかあんま出てこなくなっちゃったんですけど、はい、すごいこんな人いましたもんね。いました。大変だろう、あの時は大変でしたね。毎回毎回それを人が出てくるとね。深いテーマを描く一方、少女漫画の王道も追求してきた清水さん、美しい人物を描くことに強いこだわりがあります。やっぱ綺麗な人が入ってるのが好きですね。髪の毛結構大きいと思いますけど、顔が締まって見える、どこまで度が上がるというか。繊細な線が積み重ねられ髪の毛が完成しました。続いて目にペンを入れていきます。あと清水さん、この目なんですけど、はい、あれですよね、あの少女漫画世界からすると淡白じゃないですか。そうですかね。光が目の中のそれこそ具というんでしょうか、うん、あれを描き込みすぎると割と失敗することが多いですね、うん、ちょっとあっさり目かなっていうぐらいで消しゴムかけてから、うん、様子見てから入れていかないと、うん、描き込みすぎて修正してちょっと大変なことになったりもするので。清水さん、口元にホワイトで細かく修正を入れます。繊細にね、この辺の口の輪郭はちょっと大きいですね、歪むと。本当に何ミクロンのズレで違いますよね、口の開き方が。笑ってるように見えたりするんですよ、うんうんうん、ちょっとした口角の違いで、ほんのちょっとですよね、うんうん、あります、うん、ミクロンって本当に微妙な違いなんですね。鼻にも修正を入れます。清水さんの場合は本当にあまりの微妙さに。でもやっぱそれで大きいと思いますけどね、うん、そうですよね。素敵って思ったりすることって本当の微妙なところですよね。ちょんとこうほんのちょっとの、うん、可愛くなってますよね、うんうん、ちょっと小鼻がほんのちょっと上がった風にしたかったですね、少し、うん、でもそこのこうミクロの世界ですな、うんうん。すごく細かい修正でも確かに違いますね。最後に目にも微妙な調整を加えます。
下書き開始から30分、美男子牧のペン入れがようやく終了です。美しく描かれた髪、ミクロのレベルまで修正を重ねた顔のパーツ、清水さんの美男子へのこだわりが詰まったコマが完成です。続いてのページに取り掛かります。この漫画の主人公は牧ともう一人、若い青木です。牧に憧れる無鉄砲な青木、青木を厳しく指導しながら一方で密かに大切に思う牧、二人の絆が描かれます。これから描くのは牧が無茶をしようとする青木の服をめくるコマ、少女漫画としても盛り上がるシーンですね。やっぱり男を描こうとしてますよね。それがやっぱり描き手が描きたいものっていうのがズバッてこう定まっているものがやっぱり訴求力ありますよね、うん、ほら、もう描きたいのがこの線に表れているもの、この腕描きたかったとか、あそこのシワが描きたかったとかさ、こううかつだったんですけど、この時腕まくってなかったんですよ。後でだからこれ長袖になっちゃうんですけど、これ長袖になっちゃうんだ。なっちゃうんです。あ、もったいないな、ええ、まあいいや、これ満遍でこの腕が取れたからいいや、ね、これ燃えますよね。この腕は燃えていただければ燃えますよ、ね、ありがたいんです、うん、こう筋とか色っぽくて好きなんですけど、いいですよね、この骨が分かる筋って言うんですか、うん、これは逆に満遍美味しいですね、うん、あれ、清水さん髪をひっくり返しました。裏側に描き始めました。裏から見ることでデッサンの狂いを確認しながら修正を入れていきます。表に戻して裏面に入れた修正を確認、表側にさらに修正を入れます。また裏にひっくり返しました。こうして徐々にデッサンを直していきます。清水さんは下書きの時点で正確なデッサンにとことんこだわります。結構裏表ガチャガチャ描くんですよ、デッサングリ直すために。それもすごい時間かかって大変なんですけど、でも変ちゃんって思われだったら困るので、やっぱり今度は表側を全部消してしまいました。裏面を参考に描き直します。ちょっとね、しつこいくらい描きますね、うん、ダメなんですよ。どうしても気に入った絵が描けない、一発では描けないですね。ネームで描くじゃないですか、うん、でこの後ペン入れするし、なんか同じ絵をもう5回ぐらい描いてるんですよ。ですよね。うんざりするぐらい描いてるんですよ。時間かかってもやっぱりしつこいぐらい、やっぱり捨て書きを描かないと。
こういうのが一番絵を志すような人たち の, あの脳に直撃するんですよ。10分かけてようやく下書きが終了です。続いてペン入れです。美しい絵にこだわり続けてきた清水玲子さん、1962年熊本県生まれ。小さい頃からお姫様の絵を描くのが大好き。その後少女漫画に夢中になります。やっぱ萩尾先生に影響を受けたのが大きいですかね。なんか男の子ってかっこいいじゃんって感じの、うん、絵で一番影響を受けたのは文月京子先生なんですけど、はい、あとベルサイユのバラとかあの辺はあってすごい人気がある時期だったので、いわゆる少女漫画のこう可能性が広がっていくっていう感じなのかな、うん、そのすごいこんなのもありなんだ、爆発時期にやっぱりどっぷり使って、うん、高校では漫画研究会を設立し、肉筆の回覧誌を制作。漫画家に憧れます。高校卒業後就職しますが、夢を諦められず雑誌のコンペに入選したのを機に退職。勝負をかけます。しかし簡単には漫画の仕事は増えません。依頼がなかった時期も清水さんはひたすら画力を磨きます。ビデオに録画した歌舞伎を一時停止して、それが解除されるまでの 1,2 分を使って模写をしていました。すっごいこれいいなあ、これ展覧会しましょうその一時停止が終わるまでに書き上げられるかみたいな感じだったんです、はい、いやちょっと感動した。これうまく描けないじゃないですか、下手な牛って、うん、気持ちが悪いので、うん、あ、なんでも描けないんだってなるので、結局こういうことを繰り返す、うん、このうまくなりたいっていう気持ちがこれをさせるんだよね。欲望なんだよね、欲望が描かせてる感じするんだよね。これはもうみんな見習え地道に身につけた画力はやがて花開き、作品を次々と執筆。その美しい絵に多くの読者が魅了されました。漫画家となった清水さんがこだわったのは美しい線、しかも描き込みすぎるのではなく、培ったデッサン力を生かし選び抜いた限られた線で描くことでした。時に残酷で重いテーマは美しく爽やかなタッチで描かれることで少女漫画と融合します。実写の映像をどう選んで線に起こすかですよね。それをそこに作家性って言ったらいいのかな、線は限られるじゃないか、漫画だから。でもその限られた中で描きたいと思いますけど、あのかなり間引いた線だと思うんですよ。これだけ画力のある人だったらもっと線を入れたくなるっていうのがあって、すごい上手い人って線が肩になってくる可能性結構あるじゃないですか。そういう意味では漫画絵が好きだから、うん、このくらいが一番好きかなってラインがあるのかもしれないですね、うん、やっぱり風通しがいいですね。その漫画って実はそこの塩梅がね、実はとっても重要で、その風通しの良さっていうものに随分読者の数が関わってくるんじゃないかなっていう気がするんですよね。書き込みが多いと難しそう、それだけで、はいはいはい、絵が重い、なんかいっぱい書いてあると、うん、ああ読みにくそう、難しそうだなっていう感じで読者がつきにくいってい う,、うん、いう、やっぱり話が重くなればなるほどずっと重いと読んでる方もきついのだろうと思うので、
このハードな話 このぐらい軽さを持ってないとっていうようなところもそこにセンスが現れるのかもしれないですよね。これのシワだっていいシワかけたん。ね、ここのねここのちょっと数字書きたかったんですけど、ね、ちょっと清水さんのこのシワの上手さね、シワとあとこのグッといった時のあの肩のラインとか、ね、生地の引っ張られ方です、ね、今ねこのそういうの綺麗だなと思うし、色っぽいと思うので、綺麗綺麗。僕もこの番組やるとものすごい影響を受けるんで、きっとまた家帰ると線きれいになるような気がする。目に細かい書き込みを入れて下書き開始から50分、ペン入れがようやく終了です。徹底的に直すことで描かれた正確なデッサン、シャツの質感や重み、美しい男性2人の姿が研ぎ澄まされた最小限の線によって描かれました。続いてはペンを使わず鉛筆だけで仕上げるコマ。これ鉛筆仕上げですね。全部鉛筆なんですね。鉛筆で仕上げるのは楽しいんだけど時間かかるんです。かかりますよね。かかす逆にね、最終的に消しゴムかけてフィニッシュが効かないので、できたっつってわーって消せないので、下書きしてペンを入れるっていうのはそれなりに、あの時間短縮の作業なんですよね。そうなんです。鉛筆で仕上げるのって本当大変。鉛筆だと全ての線が本番の線になるから時間がかかるんですね。死んだ人間の脳をスキャンし、脳内から犯罪を暴く映像を取り出すこの作品の世界。脳の映像はこの鉛筆の技法を使います。柔らかなタッチに仕上げることで記憶の映像であることを表現します。清水さんが描いてきた重厚なテーマ、その根元には青年漫画の影響があります。大友さんはやっぱり少女誌の人たちもすごい軒並み影響を受けたので、あの絵の凄さは、アキラにもすごい感動したので、ね、やたら模写してるっていう、なんでこんなのが描けるんだと思って真似してましたね。わかる。星野幸信さんもすごい好きだったので、レモンスターですね、それですごいなと思って、やっぱりいろいろ青年誌のそういうすごいのの影響を受けたんじゃないかな。逆に少女漫画のこのいう線みたいなものが僕ら80年代初頭みたいな時に青年誌の方に流れ込んできたのかもしれないですよね。青年誌の影響を受け、愛や命をテーマに深い人間心理を描く SF やサスペンスを執筆、独自の漫画世界を作り上げてきました。女性の場合そこぶっちゃけんのっていう感じの躊躇なくね、ぶっ込んでいく感じがあるんですよね。女性の方が多少生命っていうかそういうのに対して近いところに立ち位置的にいるから、こうドーンって描けるのかもしれないですけど、すごく端正に描き込むっていうことと、ここにポーンってそれを入れ込むっていう何かがね、憧れるところではあるんですけどね。本当はもうこれだけハードな話になってきたら全部捨てて大友克洋まっしぐらみたいなもうあるわけじゃないですか。
うん、そうじゃなくてちゃんとあのときめいた少女漫画を残す、それがなんかすごくあの唯一無二のオリジナリティのある世界を作り上げてるのかなって感じもしますよね。鉛筆で塗った部分を指でこすっていますね。こすることによってなんて言うんでしょう、ぼかし、うん、ぼかさないとハーフターンを全体的にかけてあげると、あとは濃淡をつけていけば分かりやすい絵になっていくんですよ。メリハリを出したいところの光が当たっているところはあれで消していけばホワイト代わりになるので、もうちょっとパッと見たときに分かりやすい絵になる。細かい作業の繰り返しですね、この辺は。逆に時間かかるよね。執筆すること2時間、鉛筆だけで仕上げたコマがようやく完成しました。絵にはパソコンでドット処理を施しました。サスペンスを彩る脳内の映像という表現、それを鉛筆だけで描く技法で見事に描きました。続いてはこの回のクライマックスの作画です。捜査の最中、独断で突っ走ってしまった青木に牧が激しく怒り手を挙げるシーンです。青木を大切に思うゆえの牧の怒り、感情が激しくぶつかります。清水さん、このシーンも原稿を裏側にして丁寧に書き込みます。表に戻してデッサンの修正です。やっぱり清水さんの場合はこの平手打ちのこのシーンもそうだけど、アクションのタイミングが女子離れしてるというか、銃を構えたりなんかする時のタイミングだとか、バッバッって動く感じとかが割とこうアクション作家的な側面あるじゃないですか。この角度が美しいかなとかっこいいかなとか、そんな感じで、あとはまあこの勢いとかちゃんとそがれない角度であればいいかなって感じで決めていきますかね。そういう絵的なちょっと見せ場がないと盛り上がりのない、絵で見せるっていうのが半分以上あるじゃないですか、うん、絵でかっこいいな、絵で素敵だなと思わせなきゃいけないので、怒りで震える牧の手のコマ、
マキの怒りを手だけで表現しようと何度も書き直します。あの漫画としての記号みたいなものを書くとすごく自分で嫌だなと思うことがあって、うん、あるんですよ漫画の記号としてのグーが。まあ、スタロンの状態で何も 見ずに書くとそのグーとかになっちゃうんですけど、ちょっとおかしいと思ったんじゃないですかね。握り拳だけで表裏合わせて4回下書きを重ねました。しっかり握ってる感がしなかったのか、それかアングルが違うと思ったんですかね。うん、違いますね。握りしめてる手の向きが。続いてペン入れです。握り拳にペンが入りました。続いて平手打ちを決めるアクションのコマ。さらに平手打ちをしたマキの怒りの顔、怒りとその奥の愛情を表現する繊細な表情です。下打ちしてるんですよマスクの中で。これがだから下絵の時は割と気に入った顔が描けたんですけど、ちょっとねペン入れで失敗しましたね。口にしろいっぱい描いちゃったので、どれが正しいのか早く見知りたくてガーって消しゴム描けた。そうそうそう焦りすぎてこんなになっちゃったんですね。漫画って本当に繊細な作業ですね。細かい修正を続けます。鼻ラインがやっぱりいつまでも決まらなくてしつこく描いてますね。何が違うのか分かんないんだけど、ちょっと失敗しましたね。本当のちょっと些細なラインですけど、しめさんの場合は本人しか分からない修正ですねおそらく鉛筆の線の太さがその表情を作ってて、で細い線でそれを描いたら、うん、どっちかの線が微妙に消えたことでその表情が消えてるんですよ。消しゴムかけたらね、あれってなっちゃった、なくなっちゃうんですよね。本当それはある。本当にミクロの世界で戦っているんですね。納得のいく表情が生まれるまで修正を重ねます。デビューから34年、美しい絵を追求してきました。依頼がなかった時期、必死に描いて腕を磨いていた。その頃の思いは今も変わらず
清水さんを突き動かします。おもしゃがして描いてた頃そんな変わんなくって絵を描く時の気持ちが出来上がってくる絵が自分のイメージ通りだったりすると気持ちがいいので、どうせこんな好きなんだからどうせならこの好きなことでご飯が食べられたらいいなと思いながら、ディテールをひたすら描き込みます。本当に絵を描くのが好きだっていうのは伝わってきますよね。面倒くさがってないもんね、絵を描く作業に関してはね。もう最近思うんですよこれね、僕らなんでこんなずっと描いてるのかって、あの上手くなりたいだけなんですよね。そうなんですよ、上手い人の絵を見るとああなりたいと思ったんですよ。そうああなりたい、だからなんでこんなにずっと描いてるのかっていうのを考えると上手くなりたいだけですよね。頭に浮かんだことを全部描けるようになりたいっていう、そういうことでもあるんだよね、きっとね。本当に細かい表情の修正が終了です。下書き開始から3時間、クライマックスのページがようやく出来上がりました。何度も下書きして生み出す正確なデッサン、無駄のない美しい線、そして人物の表情へのこだわり、上手くなりたいという純粋な思いの詰まったページがまた生まれました。ふざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるのが一生懸命何枚も何枚も絵を描いてる、あのね、上手くなりたいっていう気持ちが本当に伝わるよね。そうですね、基本そんな変わってないです、でもやっぱり3回下書きっていうのはすごいこう執念を感じますよ。やっぱりここまで書いてる人ってね、本当化け物みたいに書くこと好きなんですよ。どうかしてるんですよどんなに周りが反対しても好きな人はこう蹴破ってくるので、どんな硬いアスファルトをこう敷いても突き破ってきちゃうので、そういう人じゃないとやっぱ残らないかなって気がしますけど、まあ諦めないで描いてたら何か形にはなると思いますけどね。誰かが書いたものはもう自分が書く意味がないので、せっかくこの白い紙に何かを書くんだったらまだ誰も書いたことがないものを書きたいっていう願望はありますけどね。大丈夫なのこれっていうものが出てきた時に初めて面白かったりするんじゃないですかね。現実にないものを作り出したい、とにかくビジュアルイメージっていうのがあの大事だなと思ってまして、それを読者に説得力ある形で、しかも今までないイメージを提示できたら最高にいいですよね、例えばエロスであったりとか、お腹が空いただとか、
みんなが共通で体験できる感覚ってあるじゃないですか。でその中でやっぱり怖いっていうのは最もエンターテインメント性が高いような感じしますよね、うん、怖いもの見たさってみんな持ってるんでしょうね。ワン、ツー、スリー、マンベまんべん。小さなペン先から壮大なドラマを生む漫画家の仕事場に迫るこの番組。仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた漫画家です。作品によっては人間の心の暗部を描き読者に恐怖を与えます。何も怖いもの書いてないのに怖くて見れない。僕はわざとそういうふうに書いてるんですけど、本当に怖いものをちゃんと怖く描けるっていうのはやっぱり本当にあのエンターテインメントの才能だと思いますよね、うん、今回登場するのは怖いものにこだわり描き続けてきた漫画家さんです。伊藤淳二さん、今ホラー漫画の世界を牽引する第一人者です。デビューからホラー漫画にこだわり作品を生み出してきました。最大の魅力は奇想天外なイメージ、渦巻きが全てを埋め尽くす世界、気球となった巨大な人間の頭、おぞましく衝撃的な絵を美しく緻密な線で描きます。また清楚なヒロインや妖艶な悪女など絶世の美女が作品を彩ります。ホラー漫画の王道を継承しながら独創的な漫画世界を生み熱狂的なファンを集めてきました。今回は執筆の現場に4日間密着することができました。そこで発見したのは恐怖を与える絵、そして線を生み出す独特なペン運び、そして見たことのないイメージを生み出そうとする格闘でした。1週間後撮影された映像を見ながら対談します。あのやっぱり、ね、従来のホラー漫画とちょっと違う新感覚派っていう風にずっと見てましたけどね。夢なんですよあのホラー漫画を描くのが学ばせていただこうと思いましてね。対談場所はなんと猫カフェ。猫好きなんですよね。猫好きの。お、あ、どうもはじめまして。今日ありがとうございます。あ、いや、こちらこそ。すごいところにいますね。囲まれてましたよ。猫が餌にするので。うわ、もうこんなにいっぱいいるんだ。いや、これ猫好きにはたまんないね。そうですね。ね。伊藤さん、実は自身も猫を飼っている大の猫好き。猫の作品も描いています。大好きでずっと見てたんですよ。ありがとうございます。どうやったらああいう感じが出せるのかっていうのをこう割と日々心が試みてはいるんですよ。なんかね今回ねほら VTR も先にちょっと見させてちょっと見させていただいたんですけどね、ちょっと分かった。これねいけるかもしれない僕ホラーマン。あ、ぜひぜひ。おぞましくそして美しい作品を生み出す伊藤淳二さん、その創作の秘密が明らかになります。
自宅の一室でベッドの下にデスクを置いてたった一人で作業をする伊藤さん。まずは少女を描くコマのペン入れです。完全に一人なんですか？いや、あの仕上げで、はい、あの近所の方に。近所の方ね。あの妻の知り合いの方に頼んで。でも本当にベタとかトーンとかですよね。その程度で、あとはもうほとんど自分で。取り組んでいるのは読み切りの短編作品、恐怖の重装。遺跡から人骨を発掘した教授。しかしその呪いが彼の娘にかかります。体の表面が毎年一枚ずつ積み重なり年輪のような構造になってしまうという呪い。交通事故でその事実が分かり狂気に駆られた母は積み重なった娘の皮を剥ぎ取ろうとします。そして今描いているのは二十歳の娘が皮膚を剥がされ2歳の時の姿になったコマです。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう作業を撮影します。目に丁寧な書き込みを入れていきます。2歳の少女とは思えないぐらい色気のある表情が描かれていきます。美女が日に日に美女になってきますよね。美女に磨きがかかってますよね。あの絶対必要じゃないですか、ホラー漫画に美女。そうですね。ね、漫画界あんなああいう感じの美女なかなかいないですよ。目元が美しいんだよな。本当になんかこう深い色気があるんですよね、この目にね。あ、なんかまつげは描きますね。じゃあの。うん、割と濃いめにまつげは描きます。瞳の光が当たって、うん、ハイライトのところの周りは黒いんですけど、うん、下の方に行くと薄くなっていくとか、まあ、目鼻の位置はやっぱり、ね、黄金比というのがあるのかもしれないですけど。黄金比ありますよね。あとはあの最悪の事態に巻き込まれる美女タイプ、あが非常に分かってる。言葉遣いもあの、ありますね。何々だわとか、だわって言いますね。ちょっと真相の霊場の、あ、そうですね、僕も結構そうセリフそういうとこあるんですけど、あ、うん、あの声優の皆口優子さんがやわらのセリフをつけるときに、はい、だわとか言うからすごい恥ずかしいって。そうですよね。 いないですよね、うん、現実には。伊藤さんはホラー作品を描く中で美しい女性にもこだわってきました。可愛い女の子があの恐怖におののいてるっていうのはやっぱホラーの定番というか、まあそれだけ化け物も対比としてあの映えますし、どちらも映えますからね、不可欠なものだと思います。美しく可憐に描かれた少女、その周りには剥ぎ取られた顔のおぞましい断片を描いていきます。恐怖とエロスみたいなのっていうのもあるんじゃないですかね。あ、そこに対する表現の関心が、はい、
恐怖の関心となんか同じ方向なのかなっていう感じもするんですけどね。スカートから出てる足の感じとかも、何気ない構造がねすごいエロスになってるんだけど、それがなんかねちょっと恐怖に近い何か関心の向け方がね、その両極端がすごく楽しいですね描いてて、美しいと思ったものの気持ちがあそこに描いた時に立ち上がるかというのと、うわ気持ち悪いと思ったものが描いてまたそれが立ち上がるかどうかっていう同じことなんですきっと。恐怖と美やエロス、それが両立してこそ読む人の本能に相乗効果を持って訴えかけるんですね。伊藤潤二さんの漫画を読むとこういう感じが欲しいんだよっていう思ってたんですよ僕が書くと怖くない、いや伊藤さんが書くと怖い、それは何だろうなと思って、で、今回この V をこう見させていただいて、異様にペンが遅いんですよ遅いですそう、はい、であのこのまんべんって番組結構ね早い人が多いんですよ、そうですね、まんべん番組史上最遅なんですよそうだと思います、あの高橋努先生が自分の、はい、ご自分の見て早いねとか言ってたんで、はい、自分も早いのかなと思ったら遅いなそこでハッと分かったんですよ、まずホラーを作るにはペンスピードだと、だから一筆一筆にもうそこの段階でじわじわしてないとダメなんだちょっとずつちょっとずつちょっとずつ入れていくじゃないですか、ちょい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 って、はいはい、そうちょっと気づいたわっていう感じが、私も気がつかなかったですけど、伊藤さん確かにじわじわと少しずつ線を描いていきます。この細かいペン運びで線に恐怖が込められるんですね。あのペンの持ち方もちょっと特殊なの、これ僕らは人差し指が上なんですよ、で、そうですね、こっち行っちゃってるんですよ、ここでこう持って書いてるんですよ、そうなんですよ、なんか書けないんですよ、こう、こういってるんですよね、比べてみると確かに違いますね。人差し指が横に寝た状態でペンを走らせています。親指が長いのかも分かんないですけど、はい、ペン持つとなんかぶつかっちゃうんですよ人差し指と、はい、ちょっとこの辺から切りたいんですけど、そういうことを無邪気になんかするのにここが邪魔だってなったら切っちゃえばいいみたいなね、あの子供の発想なんですよ、ね、何度も立てようとしたんですけど何でしょう、この骨格の問題かもしれないですけど、ね、そのあのメジャーリーガーの選手の、なんだそのパットの持ち方ってあるじゃないですか、やっぱり、ね、大事なんですよなんだその持ち方っていうのから何かね始まるんですよ、大事なんですよそのオリジナリティって2時間、皮を剥ぎ取られた少女のコマがようやく完成です。培ってきた技術で生み出した美しい少女の表情、そして目、その周囲にじわじわとした線で描かれたおぞましい皮膚の断片、美と恐怖が詰め込まれた読者の本能を刺激するコマが完成です。次のページに取り掛かります。
狂気に駆られた少女の母が自らの顔の皮膚を剥がす衝撃的なシーン。まずは下書きです。ネームを原稿の下に置き、参考にしながら書きます。人体解剖図みたいなの好きなんですか？好きというか私の場合欠かせないアイテムというか、うん、僕もあのモンスターの時とかに結構医学生が使うような資料写真とかいっぱい使ってる時に、最初うわきついなって思ってたんですけど、不思議なことにじっと見ちゃうと平気になるってなりますよね。ああそうですね。ちょっと見えたものっていうのは、もうなんかすごい恐怖として残るけど、恐怖を克服するには一回じっと見ることなんだよね目が慣れちゃうみたいな。恐怖というのは、ちらっと見えたもんだってなりますよね。ああ、そうです、確かに、あれ伊藤さんの指に黒いものが、怪奇現象かしら。消しゴムですか？消しゴムはいつも練り消しですか？練り消しですね、あそこに貼り付いてるあそこに貼り付けたまま書く。そうです、いちいちこうやって取らなくて済むように。練り消しゴムって指にくっつくんですね。合理的です。なんかやたら鏡で見てますけど、どこを見てるんですか？やっぱり反対に左右逆転させてみないとデッサンが狂ってる。あれ絵を反射させて、こうやってそうです、絵を当てて見てるんだ。皆さんの原稿を裏側からっていうのは、ちょっとその動作が大変なんで、ここの方が早いかなっていう。そうやって、あれ原稿見てるんだ。はい、そうです伊藤さん、さらにペンも持ちやすいよう自分で加工しています。これはこうやって動くんですけど、いろいろ、試行錯誤しながら、でもね、すべて優しいです思った感じが。これ僕合うかもよ。あ、そうですか、差し上げます他にも机の周りには自作のグッズがいっぱい。工夫しているんですね。最後も鏡でチェック。下書きが終了です。続いてペン入れ。ホラー漫画をひたすら追求してきた伊藤淳二さん、1963年岐阜県生まれ。古い家でトイレに行くのに地下道を通らなければいけなかったのが怖さとの出会いでした。地下道の途中にですね、ドアがもうぽっかり開いてまして、で中の暗い怖い空間がですね、いつも見なきゃいけなかったみたいで、もう怖くて一人では行けなかったですね。怖がりなほどそういう怖いものに惹かれるところがあるのかなというふうに思いますけど。怖がりだった伊藤少年が逆に惹かれていったのがホラー漫画でした。一番影響を受けた漫画家さんってどの辺だったんですか？でもやっぱり梅津先生。梅津先生の感じ、もう最初からそうだったんだですね。まあ、古賀先生とかもそうですし、後から日野秀樹先生も、そのお三方がやっぱり、特に心を奪われたのがホラー漫画界のレジェンド梅津和夫さんの作品。梅津さんに憧れて小学生の時には怪奇漫画を描き始めました。
社会に出ると歯科技工士として働き出します。しかしホラー漫画への思いを捨てきれず、仕事の傍ら画力を磨きました。そうですよ、ええ、この描き方しなきゃダメだよ、あの若い人たち絵を志す人にこれを見せるといいなと思いますね。あのつーって一筆書きのようにしてこう、そうですね、全体のシルエットを捉える、当たりを入れてやってるとなんか上達しないような気がするんですよ。あ、そうじゃなくて最初から見たらそれをここにすぐ変換するみたいな、あーはーはーはー、うん、クロッキーというか、そうですよね、一本書きっていうのは結構魅力、うん、線に魅力出ますよ ね、うん、培った画力で作品を描き梅津賞に応募、その後シリーズ化して代表作となる富江で佳作を取りデビューしました。その後こだわってきたのは先輩が作り上げたホラー漫画の王道を大事にすること、そして子どもの頃に楽しんだホラーの自由な発想を盛り込むことでした。自分が作り出したじゃなくても継承してるっていうですね、受け継いでる気がしますね。その中でなんか新しいビジュアル的なイメージを付け加えられたらいいなとは思いますけど、うん、自ら顔の皮を剥がすという衝撃的なコマがじっくりと描かれていきます。こんなことできるわけないんですけどね、自分でひんむいちゃうというよく考えたら無茶だなと思いました。伊藤さんが言うセリフじゃないですよ、よく考えたら無茶だ。そんなの百も承知です。そう、なんか悪ふざけっていうところの許せちゃう感じっていうのがありますよね。悪ふざけ好きですから。なんとなくだから全体がこう子供の無邪気さのから来てる感じしますね。そうですね、理屈はまず置いといて、こんな変な話があったら面白いなというような形から入りますね。ホラー漫画のなんか元の発想ってちょっと子供のなんか残酷さだとか、そういうのは無邪気にこんなしちゃえみたいな、ね、あ、そうですね、もう止まってるのかもしれないですね、成長が。下書きからペン入れまで3時間。このコマがようやく出来上がりました。子供のような発想を生かした衝撃的なイメージ。それを伊藤さんが地道に培ってきた画力で形にしました。ホラー漫画の王道を継承してきた伊藤さんの流儀が詰まったコマが完成です。続いてのページの下書きを始めます。登場人物が口を開けて歯を見せるシーン。歯科技工士をされてたんですよね。若い頃ですけど。このじゃあ歯列はお手のものですよね。見ないで描けるんじゃないですか。ああ、そうですね、ほぼ割と正確に描けるかな。何やら補助線を引き始めました。線に沿って描き始めたのはまたも歯の列。さらにその奥にもなんと歯も年輪のように重なっているんです。これ気持ち悪いな。
なんでこういうことを思いつくんだろうね。体が年輪みたいに、年輪みたいになってるっていうのが最初にアイデアがあって、はい、具体的に書き出したら口の中どうなるんだろうと思って重層構造すごい家だよ実際こんな風には見えないと思いますけど実際はないしね唇がないかけて下書き終了です。20層にも連なった歯の列が描かれました。続いてペン入れです。伊藤さんは自身が思いついた奇想天外な発想を丁寧に膨らませることで描きます。大切にしているのはその発想の衝撃を伝えられるイメージの力。デビュー後もそのための表現力を年月をかけて磨いてきました。なんか今まで見たことないものを見たって思ってもらえれば嬉しいんですけど、とにかくビジュアルイメージっていうのが大事だなと思ってまして、それを読者に説得力ある形で、しかも今までないイメージを提示できたら最高にいいですよね。人体が年輪構造になるという発想を一枚の絵で衝撃的に伝えるための歯が連なる絵。300本を超える歯を一本一本丹念に描いていきます。もともと荒唐無稽な話なんで、それを説明できるような形にするにはどうしたらいいんだろうって、裏付けをね、なるべく絵をなるべくリアルにして、絵だけでもリアルにするとそれなりに説得力が出ますんで、はい、頭が連なってご先祖様が連なってるやつあって、はいはい、でそれが毛虫みたいになってる、はい、何考えてるんですかね。トーテンポールからですね。見せました。彼女が来た時にやーってお父さんがこうやって出てきて、はい、ここまで出てきてこっち見せないようにしてた。それは面白いですね。頭が連なっちゃうと歩き方もあんな感じかなと思って、なんかこんな感じで歩いてくるんですが。そう。突拍子もないことを考えてるんだけど、その後妙に現実的なんです。頭になったらどういうふうに移動するんだろうというところはそういうのを考えますね。ありますよね、そのバランスだな。突拍子もないところと妙に現実的なところっていうののさじ加減なんでしょうね。それがすごく面白いんだよね。大きな嘘をついて、はい、細かいところはものすごく現実を突き詰めるっていう、はい、それがなんか僕らのあるべき姿のような気がして、はい、そうですね。せめて細かいところは現実的に書かないと、ただの突拍子もない話になっちゃいますんで。下書きからペン入れまで3時間半、324本もの歯の連なりがようやく描かれました。年輪構造という奇想天外な発想、そのグロテスクさを伝えるために細かい作業をただひたすら積み上げました。伊藤さんがこだわる誰も見たことのないイメージが描かれました。続いてのコマに取り掛かります。全身の皮膚を2歳の段階まで剥ぎ取られた少女、その恐ろしい真実の姿が現れます。クライマックスの一枚絵です。
なんと顔は幼いのに手足はひょろひょろと長く伸びています。最初はこういう形が頭になかったんですけど、成長した体の中で小さい自分の体どうなってんだろうなって考えたら、こう足とかはもう成長した体に持ってかれちゃうんじゃないか。持ってかれちゃいますね、ええ、はいはいはい、で気づいて、あ、こういう絵が使えるなと思って。あ、ええ、一応理論はあるんだまあ一応胃袋的なものもありますね、はい、消化器的なものがあった方がいいかなみたいな何を考えてこの面白いな、なんと虫のような幼虫のような感じになっちゃったりなんかして、皮膚が剥がれる前の体を描きます。2歳になった体をそこからはみ出さないように修正。空想上のことでもリアルに成立するように描くんですね。ちぎれて散乱する皮膚、アドリブで何枚も描いていきます。本当遅いですよ。やっぱこれですよ。これだから怖いんですよ。何か細かなディティールが入ってる感じするんですよね。ああでもない、こうでもないと考えながらやってるんで余計遅くなってますね。描いてみて、その形が出来上がってきて、あ、いいなっていうの。だんだんその積み重ねで、でも不規則なものだけどもちゃんと狙いがある。ただの不規則じゃないんですよ。かっこよくないといけないんですよ、出てくるもの。グッとくる線の集合体かどうかっていうのはまず大事ですから、それがずっと高まってるからこう絵として完成していくんですよ。少女の体の質感もアドリブで入れていきます。ながら、あ、こうした方がいいなとかやりだすとどんどんエスカレートしてグロテスクになっちゃうんですけど、もうこういうのが楽しいです嘘っぱちを描いてる時が一番楽しいです、はい、作業開始から3時間が経過。陰影を描き込んでいきます。使いながらひたすら線を重ねます。でもこれは本当に積み重ねが面白いっていう絵だからね。私の場合なんか白いところがあると埋めちゃいます、怖くて余白恐怖症というか、というか画面を暗く書き込むことによって暗くしたいなっていうのがありますね。書き込むことによって暗くする。ああ、ベタではなくね、はい、思いましたよ、ええ、
最初の頃ベタで黒くしてるとこあったんですよ。あ、はい、デビューの頃、でも今や、あんまりベタ使ってないんですよ。そうなんですよね。もう書き込みなんですよ。でもそれだけ埋め尽くしてるのに見づらくないんだよな。そうですね、その辺は割と考えながらやってますね。 あまり雑然としないように。もしかするとね、やっぱりキャラクターなんですよね。キャラクターが目をちゃんと引くキャラクターなので、いくら後ろにいろんなごちゃごちゃってあってもキャラクターが勝つんですよ、おそらく。画面の暗さを時間をかけた書き込みで生み出していきます。闇の怖さみたいなのありますんで、暗くてよく見えない、あそこに何かあるみたいだけどよく分かんない、何だろうという不安をかきたてるみたいな。作業開始から6時間、ペン入れは一旦終了です。緻密に書き込まれ暗い画面になってきました。さらにパソコンに原稿を取り込み仕上げ作業です。何かに気づいた伊藤さん。足の大きさを修正します。本当にわずかな差、画面の隅々までこだわっているんですね。さらに細かい書き込みが続きます。人間の皮がむけるという発想を最大限表現するクライマックスの絵。たった一人原稿に向かい続け7時間が経ちました。デビューから30年、ホラーにこだわって描き続けてきました。子供の頃自分を楽しませてくれたホラー漫画、その王道を未来に継承する、そして自分が思いついた見たことのないイメージにこだわり、それを読者に届ける、その思いが伊藤さんの原動力です。よく考えればこの一人の部屋でね、ええ、大の大人がこれをこう描いてるっていうのは面白い絵面ですよね。真剣にこう、どうだみたいな感じでね。でもやっぱりなんか突飛なことを思いついた瞬間っていうのはやっぱりすごく楽しいですね。最初のそのきっかけを、やっぱりそれを一番大事にしないと、なんか焦点がボケちゃうというか、何が面白いのか分からないものになっちゃったりしますので、なんかその突拍子もないことを思いついたっていうのは、その思いついたエネルギーみたいなのを最後まで貫徹する、完成までね。はいはい。このページに取り組むことなんと9時間、ついに完成です。子供のような
自由な発想で生み出された誰も見たことのないイメージ。それをたゆまぬ努力で培った画力とじんわりとしたペンタッチで描きました。そしてただひたすらに線を積み上げて生み出したホラー王道の闇。伊藤さんのホラーへの愛が詰まった絵が生まれました。ふざけることに真面目なあの人は。すごい勉強になりましたね。いや本当にペンスピードを遅くして描いていますわ。どのぐらい怖い絵になるかをね。ちょっと楽しみです。すぐ好きなものがあればあのそれに向かって描くといいかなと思うんですけどね。あの好きな分野をあの突き詰めていくといいかなと思うんですけど。好きなものをちゃんと極めようっていうのはそこに愛情がありますからね。ホラーに対する愛情があるわけですもんね。そうですね。半端じゃないですよやっぱりね、その愛情はね、うん、子供の頃に上津先生とかの漫画に出会ってそれが怖くて面白くて私にとっての楽しみだったのでそれを自分でも描きたいっていうことなんだと思います。まだまだちょっといいものをまだ今まで描いたものでまだ足りないですね。もうちょっと描きたいですね。今描かないと誰かにやられちゃうっていうぐらいの気持ちでないと描かないですよね。あーとか言ってますもん。あー分かった分かった分かったとか言って。でもあー早く描かなきゃっつって。絵を描いてるといろんな変なものが出てきて楽しい。何やってもいい。なんだろう。まあやっちゃえ、やった方がいいのかなって。山本さんの場合ね、案外スッとクールに突き放してるっていうのがあるから、ものすごいエロスの世界を描いていてもちょっとだけ離れて見ているみたいな、そのクールさがあるわけじゃないですか。もともとそういうタッチなのかもね。ワン、ツー、スリー、マンベン。漫勉、小さなペン先から壮大なドラマを生む漫画家の仕事場に迫るこの番組。仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた漫画家です。浦沢さんは人物の演技と表情にこだわって描き、繊細な感情を読者に伝えます。一瞬にしてある感情をグッて、お客さんの感情をグッと掴む、読む人がやっぱり何か
胸に来ないと作品として成立しないので。今回登場するのも人間心理の表現にこだわり心の光と闇を描いてきた漫画家さんです。山本直樹さん、30年以上問題作を世に送り出し続けてきました。山本さんの作品で際立つのは欲望、エロス、暴力、そして追い込まれ上気を逸する人の心。日常から逸脱していく人間のダークな心理を爽やかな絵柄で読者に突きつけます。人の業や不条理に乾いた目線を送る社会派の作品を次々と執筆し、2010年にはレッドで文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞。高い評価とファンの支持を集めてきました。今回はその執筆の現場に4日間密着することができました。そこで発見したのは独特な読後感を生み出す細くて硬い線とそれを描くデジタルの手法、そして人間のどうしようもない本性を淡々と静かに見つめる視線でした。1週間後撮影された映像を見ながら対談します。全く同い年なんですよね。誕生日一月違いじゃないですか、うん、でデビューもほとんど一緒だし、ほとんど一緒なのに随分違う方向に行ったぞみたいな、うん、でもなんかねきっとなんか根底が同じような感じもするんだ、うん、訪れたのは山本さんが30年来行きつけにしている下北沢のバーです。いやあ、どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。同い年の2人は音楽好きも共通点だそうです。直樹、同じ直樹、直樹、そういつかダブル直樹っていうユニットを組もうって根底がなんか似てるような感じは、やっぱり同じ時代を育ってるから、うん、かぶってきた影響みたいなのはなんかすごく分かるんですよ。それがどういうふうに花開いたか ね、うん、そう、うん、人間の欲望を描く問題作を発表してきた山本直樹さん、その創作の秘密が明らかになります。うわ、穴蔵だよねこれね。あのコックピットです。これ何畳ぐらいですか？3畳ぐらい。3畳。3畳。作業場は自宅の一室。アシスタントはなし。パソコン1台によるフルデジタルでの執筆です。まず運転の指を切って、はい、あの滑りが良くなるよ。へえ、軍手なんだ。あ、なんか職人さんみたい。いや、受験生ですよ。このちゃんちゃんこ。まずは女性の顔を描くコマです。これ下の網トーンになってる下書きは、これもデジタルなんですか？そうそうです。下書きっていうかね、うん、当たりに近い、ね、うん、それを書いた後にその点々網をかけて、うん、まあ、下のレイヤーに持ってって、うん、指先に何のスペクタクルもないんで。いやいやいや、これスペクタクルでしょ、ある意味、うん、魔法が起きてるのかと思います。下書きのレイヤーを消して確認しながら書き進めます。作品は文工の人たち。今書いているのは
転校してきたカオルの表情です。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう撮影します。カオルの目線がエロティックに描かれていきます。山本さん、顔のパーツを動かし始めました。バーッと描くんだけど、だいたいバランスが狂ってるからね、福、笑いなんですよ。福笑いだ。そういう意味でとりあえず描いて、その後目分量で、ちょっと上だなとか下だなとかあれ、鼻や目の線はきちんとつなげないんですね。途切れさせる、途切れさせることで絵がふーって軽くなりますからね、こういうので描くのもいいところはいくらでも消せるんですよね、あの引き算ができる、引き算失敗したらまたやり直せばいいみたいな、消すのが楽しいみたいな。時々左右を反転してデッサンを確認しながら修正していきます。僕なんか恐怖なのは、このやり直しが効くと諦めがつかなくなっちゃうんじゃないかな。それはあります。だから最初の頃もう画面が真っ黒になっちゃう、ここで終わんなきゃみたいなのをちょっとずつ学習するというか、引き算的な考え、引き算ですね。引き算が楽しい。書き込みをそぎ落とす引き算の思考で、山本さんならではの爽やかな絵柄が生まれていくんですね。首の影を描きます。消してしまいました。形を変えて書き直します。首の丸みが出ました。山本さんは女性を描くとき、その食感まで描こうとします。その肉のへっこみとか、押せばへっこむ、離せば戻るみたいな感じも描ければいいなと思って。全体のバランスを見ながらパーツを動かし、エロスを感じさせる表情に近づけていきます。大変な作業に見えるけどな、もう慣れてるから。とりあえず描いてみて、ダメだったら消したり動かしたりっていうんで、ペン入れすると間違いに気づくっていうのがあるんですよね。ペン入れしたと、ああ違うっていうと、それともうずらしたくなる。普通の紙にペンでやる一発勝負
じゃないから精神的には見た目よりは楽です、うんうん、とりあえずやってみてダメだったら消してみて、うんうん、まずペンを入れその上で修正を重ねる。山本さんはそれができるデジタルの強みを最大限生かし理想の絵に近づけます。の修正が入りました。黒い部分を塗るベタの作業はソフトの塗りつぶし機能を使います。ベタが入った後も鼻筋にまた修正を入れています。ようやく表情に納得がいったようです。最後に雨をかきます。普通じゃない状況の屋外で雨降ってみたいな、そういう時の方が面白くなったりやらしくなったりするんで、ペン入れすること1時間。このコマがようやく出来上がりました。山本さんがこれまで積み上げたエロスへのさまざまなこだわり、引き算で生み出す爽やかな絵柄、そしてデジタルの強みを最大限生かして追求した理想の表情、山本さんの流儀が詰まった女性が完成です。山本さん続いて別の作品の作業を始めました。あ、うーわー、ショッキングシーン。水飲むのってどんな感じだったかなと。コーヒーがなみなみ入ってるの忘れちゃってどうなんだっけってこういうふうにやっちゃうとこがいいよね。そうそうそう超話題、ね、パソコンは無事だったようです。よかった。続いて描くのはレッド。連合赤軍事件を題材に10年間連載してきた長編作品です。ついに最終章に入り、若者たちが警察から逃げるため険しい山を越えようとするシーンです。まずは山越えする若者をシルエットを生かして描きます。夜のシーンだからもう全部シルエットの方がいいな、うん、シルエットの木をいろいろ貯めといて、はいはい、ああこうやって重ねるんだ、うん、シルエットの人物も前描いたとこから持ってきて、うんうん、まあ、人が変わるんで髪型直してすごいスピードで絵が出来上がっていきます。いい家になっていくね、うん、いやシルエットはねいいんですよ、うん、あの省力化でもあるけど印象的なシーンにもなるし、そう
だからなるべくどういうふうにやったら手っ取り早いかっていうのを考えろって言ってるんですよ、アシスタントにはね。でそれが演出になるから。手書きで書いたものを保存してある自家製の掛け編みトーンです。夜だから編みかけて暗くして、目に見えるものって大体全部グラデーションなんだなっていうのを。そうなんですよね。でグラデーション病にかかっちゃうんですよ。でも何でもかんでもグラデーション入っちゃってね、編み手のグラデーションにするとあのパソコン使いたての漫画学校の学生が描いたみたいななんか灰色のあれなんですよ、うん、はい、そうタッチが出ないんですよね。でも手書き的な感じの線だと病がバレない、なんかちゃんとしてる風に見えるんですよね、うんうん、そうね。作業開始からわずか20分、あっという間にシルエットのコマが完成しました。続いては険しい山際を歩く大駒。文字で書かれているのはネームです。あれネームなわけね、いつも。そうネーム横書きなのね。あの古いソフトだから縦書き対応してない。縦書き対応しないのね、ソフトがね。ソフト93年にバージョンアップが止まってる93年バージョンアップが止まったものをこうやって使ってる、うんうん、ちょっと何年前、うわすごいね、23、4年前。はあ。でも白黒日で絵を描く、ね、テクノロジーってこの辺でも完成しちゃって、あとはフルカラーとか 3D とか動かしたりとかそういうこともね、そっちの方で、うん、静止画で白黒だもんね。下書きが完成です。続いてペン入れ。山本直樹さんは1960年北海道生まれ。実は特に漫画好きではなかった少年。高校生になってようやく漫画の凄さを知ります。熱血的なものが子供の頃から苦手だった、うん、大先輩には悪いけど、うん、巨人の星のアニメが見てらんなかった、うん、見てらんなかった、はいはいはい、目に炎が燃えるのが、うん、子供の頃から割とそういうタチだったのかもしれない、うんうんうん、高校の途中であの漫画文庫っていうのが一時代前のクラシックスみたいのが、うん、正木森先生とか、うん、ネジ式とか見てね、うん、こんな漫画読んだことない、こ、うん、んなすごいのがあったんだっていうのがね、うん、それでも読むマニアになって、はいはい、漫画に一気にのめり込んだ大学生時代、ちょうど大友克洋さんをはじめとするニューウェーブの漫画家が次々と活躍。また少女漫画界も深みのあるテーマを描く作家が続々と登場していました。僕はもうそこで漫画を描こうと思ったんで、もともと読者から漫画家になった人、うん、あのニューウェーブの本当に動きはワクワクしましたね。ね、面白い人がどんどん出てきて、うん、あこんなことしていいんだみたいなのがどんどん出てきて、少女漫画の影響もすごい大きいんでしょ。萩尾先生、大島先生、はい、山岸涼子先生、秋目恵子先生とか、うん、あとそれの次の世代の、うん、僕はあの清原夏野さんが本来好きだったんですよ。結構もろに真似したかも、女子の子の描き方とか、うん、でもなんかそれ聞くとあの山本さんの絵のなんかだからやっぱり細身の女の子好きはその辺かなと思った。19歳でようやく漫画を描き始めた山本さん。漫画原作者小池和夫さんが開いた劇画村塾で学び、24歳でデビューを果たします。漫画家となった山本さんが描いたのはエロスをはじめとした人間の欲望。
そこに読者に問いかける要素を自由に盛り込んでいきます。絵を描いてるといろんな変なものが出てきて楽しいって、自分の中でね、何やってもいいっていう、それがすごい楽しかった。35歳の時にはいち早くフルデジタルでの執筆に移行、一人での作業を続けてきました。古いソフトでもうペンタッチも出ない設定にしてるんですよ。そうそうそう、結局だからペンタッチを出ないようにしたいんだろうなと思って、うん、そう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 、ね、少女漫画とか大好きだったんで、うん、はい、あの細くて細いんだよ、ね、細くて硬い線がもともと好きだったから、うん、あ、これでいいやと思って、うん、だから少年漫画とかの影響逆にないんですよね、うん、これがね今回のね核だと思うよ。山本さんの絵の最大の特徴が細くまた太さが均一の線、ペンの強弱で太さを変える、いわゆるペンタッチはつけません。浦沢さん、山本さんの使うソフトを試させてもらいました。なんか昭和な感じ昭和のキャラ、こんなのあったら一日中やってんな。そうです、うん、このソフトはペンタッチが出ない。ペンタッチを出せるソフトもありますが普段は使いません。これだと普通にペンタッチが出る。もう一つ補足したらね、それでタッチをつける。もうこれやるんだったら僕はペンで書いた方がいいと思うんですよタッチ出ると出なくていいと思って出なくていい作品のテーマとなる欲深い人間の性と激しい心の動き、それを感情を抑制したような無機質な線で描く作風で読者を引きつけてきました。やっぱりね、山本さんの場合あの描いてるものは肉感的なものが多いわけだから、うん、そこに一個無味乾燥なものを入れることでバランス取ってるように僕なんかから見えるわけ。どっちが先か分かんないですけど、ね、だからそういう線で描くんで、うん、そういう作品になったっていうのもあるかもしれないけど、うん、この線だったら何でもいけるみたいな感じですね。内容の濃厚さと無機質なペン先、そのバランスが山本作品の独特な読後感を生み出しているんですね。こちらは手書きしたものを保存してある自家製の夜空。これを入れて山越えの大駒が出来上がりました。続いては山越えの最中、雪山から落ちそうになる緊迫の5コマ。登山の素人が夜間に険しく切り立った山を越える壮絶な状況、それを象徴するシーンです。山越えが描きたかったみたいなのがあるんで。そうね、うん、山、本当に山場ですもんね、ここね、うん、本当にね、すごい山なんですよ。ノコギリみたいな、はい、一応登山はちょこっと趣味で何回か登ったりしたんで、うん、あ、そうなんですか、うん、へえ、山本直樹と登山合わないね。この作品、レッドのモチーフは連合赤軍。60年代に始まった若者たちの反政府運動がエスカレート、内紛を起こし
粛清による陰惨な殺人が数多く行われました。やがて浅間山荘の立てこもりという大事件につながるその道のりを題材に10年間書き続けてきました。不思議な番号が振られた人物たち、実はこの番号の順番に死んでいってしまうという壮絶な極限状況に追い込まれます。頭に数字を振るのはあれはとんでもない思いつきですよね、あれね。第1回目の時は製飯場の人から変な記号混じってるんですけど、まあ、ついたままなんですけど、うん、いいんですか、この人死んじゃうのかなとか、うん、そういうことでハラハラドキドキ引っ張るつもりはさらさらありません宣言に見えたんですよね。サプライズじゃなくてサスペンスみたいな、うん、死ぬのかやっぱり死ぬか、ああ死んじゃったみたいな、うん、頭に数字が振られた段階で、うん、ああってなるもんね。キャラクターに思い入れをさせることが僕ができた場合は、うん、すごい効果的に、前半すごいのんきな青春ものみたいな感じ でそれが後半どんどん山に入っていくに従ってものすごい残酷な話になっていくというのが面白いじゃんっていう、ね、いや大変な作業だろうなと思いましたよ。精神力が持つかなっていう感じ、あそこにこう心を持っていくわけじゃないですか自分を、うん、辛い状況を書いてるから書いてる人が辛いとは限らない。でもね、僕なんか割と辛くなっちゃうんですよ。あで山本さんの場合ね、そこの、ね、距離感がね、スーッとクールに突き放してるっていうのがあるから、だからレッドは特にこうなってる人たちを割と俯瞰で描けたらな、うん、みたいなのがあるから、うん、山本さんの作品に共通するのは、どぎついテーマを描くときもどこか距離を置いた乾いた目線です。いたずらに感情を煽ろうとせず、衝撃的な展開をシンプルに提示します。レッドでも革命を題材としながら思想の正しさや間違いは全く語られません。悪人にもしたくないし、ヒーローにもしたくないし、割と淡々としたの多いのかも。あまり熱血とか自分の中にないんで場合は本当にこの何が正しいんだと一切それを表明せずにこう事柄だけをずっと淡々とやってるのはやっぱりすごい手法だと思いますよ。悪党にしたくなかったし、うん、英雄にもしたくなかったし、うん、いやそれが案外感情のこもらない均一な線っていう、それがまた生きてんじゃないかなと思うのよ。割と無機質な線の、うん、描写っていうのもあってて、だから結局ものすごいエロスの世界を描いていても、なんかちょっとだけ離れて見ているみたいな、そのクールさがあるわけで、もともとそういう立ちなのかもね、うん、
ことおよそ5時間、一連のシーンが出来上がりました。壮絶な山越えを印象的に、そして迫力を持って描きました。人物の緊迫感や衝撃を細く硬い線で描く、人間の営みへ淡々とした視線を向ける山本直樹の真骨頂といえるシーンが完成しました。続いてのページです。再び作品は文庫の人たち、吉田と薫の二人がキスをするシーンを描きます。まずは薫の帽子です。これがだからあのいわゆるメビウス線なんですよね。あ、ちょっとあの意識しました。これメビウス線ですよ。メビウス線。そう。フランス漫画界の巨人メビウス。その絵は均一な細い線を積み上げ立体感を表現します。僕らはやっぱスピード線つってサッてやって、うん、でピャーってもう見えなくなるまで払う。これは結局あの払い線がないことでツートンツートン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 って言って、手塚先生あの晩年 の, あのアシスタントの指示表にこれ書いてメビウス線って書いてあるんですよ。あ、本当、うん、あ、もうすでにやられてるんだ、うんうん、きっと払い線っていうのに対するね、きっとね、山本さんね、なんか拒絶があるんじゃないかなと思うの、うん、なんかこっちの方が気持ちいいなみたいなね、うんうん、音楽で言うと打ち込みのようなそうするとね、感情をちょっと外す打ち込みっていうかね、だからそういうテクノというか、うん、その肉感的なものをちょっと外すっていう感じが出てくるんだよね、きっと。続いて顔の輪郭に線が入ります。これ輪郭線と、うん、その他の線って一応分けてるんですね。輪郭線は太い線、そうですね、輪郭線はドット3で、はい、それ以外のところはドット1でやってますね。90年代のやつなんかは全部細い線で、ほんと細いですよね、全部細いです、全部ドット1でやってたから、安住の地の1巻目がものすごいし、印刷がきめ細かすぎてほとんど真っ白だった。あとはでもこの線の太さで、うん、このペン使いするのは絶対ペンが持たないんですよ。だから、うん、このコンピューターでやることであの線の太さで完成させるっていうのは、これが一番いいやり方ですよ、うん、パソコンだから山本さんの求める線の細さに対応できるんですね。続いては吉田、下先から描き始めました。下先の線を消します。続いてカオルの肩にかけた手を描きます。手がね、肩に触れているところの線をね、ああいうふうに消しゴムでさっとこう、あれやるとどのぐらい手が密着してるかってことで、ね、そうね、触ってるところは慣れて線を消した方が肉って感じがするんで、なるべくどんどん描いた後に消していくみたいな、下と下の触れてるところも抜いてるんですよ。そう接してるところ、そこの一体感なんですよ、ね、そう線を消すことで密着感を表現できるんですね。
吉田の顔を描きます。エロいシーンみたいなのってやっぱりデッサンが命じゃないですか。デッサンというかバランス、バランス、バランスですよね。全部描きたくなっちゃうんだけど、隠した方がかっいいんだよね、髪の毛で目がほとんど見えなかったりした方が良かったりとか、でも全部描きたいっていうのの自分の中の葛藤みたいので、結構ある。そういう自分の欲望との戦いありますね。本当は見せない方がいい、でもはい描きたい見せない部分が人を引きつけるんですね。下の角度を修正し始めました。これすごい、この微妙に描き直してますけど、ここにあのどこにあれですよね、一番エロスが立ち上がるかみたいな部分もあるんですよね。さらに修正をします。随分全部ニュアンス違いますよね、こう感情、あの微妙なところでね、だから立ち上がるものがね、下が普通に正面だと結構紋切り型かなと思ってるから、ちょっと変えてみました、3枚、この3枚あるとなんかいい感じですけどね動きがある。あ、じゃあ単行本でそうしようかな自分の理想とする表現に近づけようと培ってきた技法をつぎ込みます。人より遅い19歳で漫画を描き始めた山本さん、淡々とマイペースに独自の手法で描いてきました。こだわり続けるのは自分の心に迫るエロスや人間の感情の面白さに忠実であることです。自分が面白がらなければっていうとこはもう前提としてありますけど、自分の欲望っていうかそういうのに忠実に、僕が面白いと思うものは多分他の人も面白いだろうという暗黙の了解のもとに書いてますね。ペンって瞬間の勝負じゃないですか、瞬間の勝負が苦手だから、打ち込みの方に来たんだけど、打ち込みも結局瞬間と目分量の世界なのね、判断力だからね。脳みそが猛烈に判断していることに変わりはないもんね。デジタルになれば、誰しもスラスラ描けるみたいな当然ないわけだし、その人の特性が絶対出るわけだし、作業開始から1時間15分キスシーンのコマがようやく出来上がりました。見せないことにより立ち上げる肉感、自分が楽しみ、そしてそれが見る人の心を震わせる、淡々と、そして秘めた情熱を込めて描いたキスシーンが完成しました。
ざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるのが下手くそで、あの漫画ってこう劇場的にガーッと描くみたいなんでアピールするっていうのがあるけど、それを全部引っ込めていくっていう淡々とした感じっていうのが逆に演出になるんだみたいなこともね、なんかすごくね、いろんな意味で逆説的な感じしますよね。そうかもしれないですね、うんうん、だからまともに激しい時に激しいっていう風に表現するなんて照れくさくなっちゃうみたいな、ね、うん、まあ、そういう人がいてもいいじゃないですかみたいな、なんとなくそういうところがね、うん、とってもよくわかる。今後はエルです。ネタが本当にいっぱい渋滞してるんですよ、脳の中渋滞してますか。ああいいですねそれ。僕自身50半ばまで今こうやってやれてるのが不思議な感じするんですけど、まあ、好きなことやってるっていうのがまあ一番まずそこにあるんでね、好きなことをやってそれが仕事になってるっていうのは本当に奇跡的な幸せなことじゃないですか。そんなことなかなかできないですからね。53年です。休みはないですね。起きてる以上はやってますね。書いてないと落ち着かない、生きてない気がする。幸せだね。今年になってまだ書いてるんですからね、それが幸せですね。腕が落ちたなとは思いますね。どうせ書くならば一本一本一話一話全部完璧に仕上げたいっていう気持ちがあるんで、その辺がジレンマですよね。剣の達人がこうザッてやり抜きして腕が落ちたなっていう。ワン・ツー・スリー・マンベン。マンベン、小さなペン先から壮大なドラマを生む漫画家の仕事場に迫るこの番組、仕掛け人はこの人、浦沢直樹さん。数多くのヒット作を手掛けてきた漫画家です。デビューから34年、完成した作品に満足せず常に前作を上回る作品を描こうとしてきました。情熱は全く枯れません。漫画って恐ろしいですよね。やればやるほど執念が濃くなるみたいな。なぜそこまで人をね引きずり込むのか、漫画というものはっていうね。今回登場するのは53年間にわたり漫画に対する執念を燃やし続けてきた漫画家さんです。長安拓実さん、伝説的存在の漫画家です。その作品の魅力は何といっても圧倒的な画力です。ため息が出るようなリアルな情景描写、そして人物の表情。23歳の時、愛と誠でブレイク。アシスタントを全く使わないため書いた作品数は多くありません。しかし
クオリティは驚異的。背景の細部に至るまでたった一人で魂を込めて描きます。こだわるのは人間ドラマです。スポーツ、医療、 SF、 ジャンルにとらわれず読む人の感情に訴える作品を描いてきました。これまでほとんど取材を受けず、テレビには全く出たことのない長安さん、今回は秘められたその仕事場に2日間密着することができました。発見したのは、膨大な下準備をもとに細部まで完璧な作品を作ろうとする緻密さ。そして53年間一切変わらない漫画への愛でした。3週間後、撮影された映像を見ながら対談します。憧れの、子供の頃から憧れの、あまりにうますぎてため息しか出ないっていう人なんですけどね。テレビ初めてね、これこんな貴重な伝説の漫画家がついに。対談場所は神奈川県の台湾料理屋さんです。浦沢です。よろしくお願いします。こちらこそ。テレビ初登場、長安拓海さん。いや本当に今日この企画に本当に協力いただいて本当にありがとうございます。本当にお宝がね。皆さんのお宝だったんですけどね。嫌だったんですか。そりゃそうでしょうね。53年間秘密のベールに包まれてきた長安拓海さんの創作の秘密がついに明らかになります。元新選組の大使斎藤一を描きます。人差し指上がってますよね。そうなんですよ。自分でもね、分かんないんですけど、いつの間にか癖になって、サーラっていうのを描いてた時に、はい、あの下書きをするので薄く描く癖がついてるんですね。その時に人差し指を込めない。一度ね、こうテープ巻いたことあるんです。あ、これつけとけと。でもどうしようもな、治らないんです。あと不思議なのがペンがこっち向いてるんですよ。ほら、これだから相当寝てますよね。そうですね、今気がついた。作品は三部義士伝、原作は浅田二郎さんです。舞台は激動の幕末。妻と子供を守るため脱藩した下級武士吉村勘一郎が主人公。不遇な人生に屈することなく愛と義を貫いた名もなき男の生涯を描きます。2010年には日本漫画家協会賞優秀賞を受賞しました。定点カメラで執筆をなるべく妨げないよう撮影します。今書いているのは元新選組三番隊長斎藤一がかつて見殺しにした吉村のふるさとを訪ねたシーン。実はこの作品で50年以上のキャリアで初めて本格的な時代劇に挑んでいる長安さん。原作に惚れ込み漫画化するにあたって時代劇を一から学び膨大な研究を重ねてきました。完全に慣れるまでは書いて書いて書きまくるしかないですね。自分の今までの集大成という気持ちで取り組んでるんですけどね。時代劇変えたことないって言ったっていかにも
手慣れた感じで描いて見せないといけないっていう、でそれにはやっぱりちょっと無理をしなきゃいけないんですよね。侍の格好ってのは難しい、ごまかしが効かないんですよ。本当難しいですよね、うん、袖描いちゃうとも失敗なんですよ。なんかここにドーンってあるっていうふうにしないといけないんですよ中の腕が分かるように描くとちょっと着物っぽく見えなくなっちゃう、そうですね、うん、袴もそうです。そうですね、はい、うん、時代劇ならではの小物も丁寧に描き込みます。雲形定規来るもんな、行き詰まりますねいや行き詰めてやってますいつも。ですよね、はい、僕もあのお医者さんにちゃんと呼吸しなさいって言われたことあるんですよ。あのめまいがひどくてちょっと見てもらったんですけど、ちゃんと呼吸してますかって言われて呼吸止めますもんね、はい、止まりますね、止めないとブレちゃうんです。さらに傘の編み目細かく描いていきます。あ、ほらほら腕のラインやっぱりあまり腕のラインが分かるところを消すんだ。もっと下の方に線入れようと思って、うん、中の腕が分かるように描くとちょっと着物っぽく見えなくなっちゃう、うん、すること30分。衣装から小道具まで細部に魂を込めて斎藤はじめを描きました。続いては目の変化を描く2コマ。斎藤はじめだけペンを入れていきます。長安さんはペン入れの際、単行本一冊の最初から最後まで同じ人物を一気に描くんです。一挙に400何十枚描きますので、ペン入れも400何十枚描いていくので、もうその演技者になったつもりで描くんでね。人物に今ずっと思いを集中して一人だけを描き続けるっていう描き方ですね、はい、こういう感情が高ぶって上がっていくシーンみたいなのっていうのは、この次のコマを先に描くと絶対に当てはまらない。あ、それはそうです ね結局直すことになっちゃいますね。直すんですよね、はい、かつて吉村を守ることも助けることもできず見殺しにしてしまった、その斎藤の罪の意識が吉村の教え子の少年と話すことでよみがえるシーン。感情の高ぶりを描いていきます。続いて隣のコマ、ずっとここで何時間ぐらい毎日やられてるんですか。あ、眠くなるまで。眠くなるまで。わかりやすいですね。
本当に自然のままなるがままで 絵に生きると。そうですね、それは相手誠の時からそうですから。あ、そうなんですか、本当に50年代そうですね、ずっと変わらず。野暮な質問ですけど、他に趣味とかはないんですか。趣味後ろにありますけど、フィギュアが好きですね。起きている時間のほとんどを執筆に費やす長安さん。長ければ1日16時間も机に向かいます。デビューから変わらず、たった一人で作品を描き続けてきました。自分でやりたいんです。全部あの人に書かしたくないっていうか、だって一番楽しい行為ですからね。全部自分でやるのが一番楽しいんですよ。バランスが崩れていないか、コマの外に絵を描き出して丁寧に確認をします。深い感情のこもった目が描かれました。さらに次のコマ、斉藤はじめの感情がどんどんと高まっていきます。よどみなく描いていく長安さん、そのペン先を支えるのが連載前に長い期間をかけて取材して作る設定資料です。今回特別にその資料を見せていただきました。ふうわ、すごいちゃんと書いてある。誰に見せるわけじゃない、やってるわけじゃないですか。そうそう、結局好きなんでしょうね。楽しいです。楽しいですよね。絶対そうですよね。楽しくなきゃこんなことしないですよね。きっと長谷先生からしたらこっからもう本番なんだろうな。そんな感じしますね。そうですね。この段階の作業にどのくらいかけられるんですか。2年。2年、はい、いやこれ2年間これかかれる。だからこれはもう仕事が始まってるんですよ、完全に。本番なんですよ、これ。すげえ。設定だけで2年、本当に完璧な作品を目指しているんですね。大変ですけども楽しいですよ、はい、だんだんその世界ができてくるわけですから。長谷先生に大体っていう言葉はないような気がしますね。適当とか大体ってないですよね。正確に書かないとっていう気持ちあります。間違いがあっちゃいけないっていう、うん、そういう緊張感の中でずっと書いてますね。常にプレッシャーと戦う執筆、息が詰まりますね。少年を抱きしめる斉藤はじめが描かれました。生きることは描くこと。時間のほぼ全てを使ってたった一人原稿に向き合い続ける長安匠さん。綿密な準備と徹底的な研究を重ね、そして一筆一筆緊張感の中で描く斉藤はじめのペン入れが思いを込めて積み重ねられていきます。続いてせき止めていた感情があふれる下のコマ。
長安匠さんは1949年長崎県生まれ。少年時代、千葉哲也の作品に感動し、漫画家に憧れます。上京しアシスタントとして修行した後、15歳でデビュー。そして23歳の時に書いた梶原一騎原作の愛と誠が大ヒットしました。僕は愛と誠で本当に絵のタッチは違うんですけど、千葉哲也先生っていうふうにふって感じたんですよ。そうですね、よく影響を受けてますよ。机の魔球とか試練館とかもそうですけど、はい、やっぱり千葉先生ですよね、はい、大好きです。凛とした眼差しみたいなね、劇画ってちょっと男のハードボイルドなギスギス感がある世界なんだけど、なんか長井先生のはファッと一つ優しい感じが一個、あの流派の人でそういう感じの人っていないよなっていう。人気漫画家となった長安さんが描いたのは人物の心のドラマ、家族や絆、命、そして人の思い。深い感情を描くことで読む人の心を動かそうとしてきました。手塚治虫先生のその日本漫画で打ち立てた一つの大きな道っていうのはもちろんあるんですけど、僕もう一本日本漫画の大事な道筋に千葉哲也先生の作り上げたものがあるような気がするんですよね。感情の積み重ねみたいなことを日本漫画で初めて克明にやられたっていう感じがするんですよ。そうですね、表情だけで感情を伝えるとかね、千葉先生の絵をもっとリアルにやったらこうなるっていうことで、まあ始めたんですけどね、はい、千葉哲也が作り上げた感情を積み重ねる漫画世界をリアルな絵で描きたい、そのための画力を磨いてきました。漫画界で最高の作品っていうのは千葉先生の明日の城と思ってるんですよ。千葉先生にはかなわないけども、もちろんね、でもちょっとでも近づきたいっていう気持ちは今でもありますね。下のコマの斎藤はじめもペン入れ終了です。悲しみと後悔がほとばしります。そしてこのシーンのクライマックス、激しく涙をこぼす斎藤の一枚絵です。感情表現を深める、それを最も大切にする長安さん。設定を作った次に原作を文章で全て書き写したものを作成。小回りの大まかなプランとどこをセリフにするかをまず文章で練り上げます。これは小説をとにかく丸写しして、先にこれ作るんだ。はあ、これ大変だ。しかも綺麗な字だ。これも楽しいですか？楽しいです。ですよね。書くことによって内容がよく入ってくるんですね。はい、ここで感情移入やらをどんどん深めていくんですよね。そうですね。7回ぐらい読みまして、やっと涙が出なくなったんで、あ、始めたの。涙が出なくなったところで、はい、どうしてもね、泣いちゃうんですよ。そうするとね、ダメなんです。創作する側ではなくお客さんにさせられてしまうのかもしれないですね、うん、そしたら冷静にできないですから。そうですよね、冷静に演出をしなければいけないわけですからね、うん、何度も読み込んで、はい、話をよく分かった上で書き出すんですよね、うん、
さらに本番原稿に入る前に絵コンテの作業、頭から最後まで3回程度繰り返して絵コンテを執筆し、徐々にドラマの精度を上げていきます。設定書を作った後のこのドラマ作りの作業に1年を費やします。あ、もうこれ完全に、そうですね、これを形になってますね。原稿に入れていくわけです。設定画で2年、ネームの段階で1年、僕2時間で書き始めます。最近永井先生どうしてらっしゃるんだろうなって思ってる時はこれやられてるわけですね。斉藤はじめの切実な表情が描かれていきます。あれ、そういえば先ほどから涙にはペン入れしていませんね。涙は描かれないんですか？いや、描くんですけど、出だしから溜まりから流れていくっていうのを、はい、こうそれを全部通してやらないと、ええ、あ、通してやる、それも流れでね、はい、でどっち側に流れていくかとかありますか、はい、ほっぺたの丸みとか、はいはいはい、顎にかけて、はい、最後は集まってポトッと落ちる、はい、涙の流れもそこまで克明にね、適当にワーワーしちゃうと簡単ですけども、うん、見てる方はなんか感情が入らないと思うんですよね。読み手の感情を丁寧に誘導したい。書き込みを重ねます。影や顔のシワなどを縦の線で書き込んでいきます。泣いてるシーンは縦線なんですよ、うん、これさーってやるとね、サメザメとしてくるんですよ。どうも必ず入れるんですよ、泣いてるシーン。これはいわゆる漫画的何か記号がありますよね、うん、さあ、そうかもしれないですね、うん、無意識にやってるんですね。もしかしたら僕は長安先生から学んだのかもしれない。こういう揺れ動きなんだよね、感情のね、こうじゃないで、うん、で僕なんかどうせだからって雨降らしちゃうんですけどね。雨降ってなんだか分かんなくしちゃうって結構やるんですけどね、僕ね。斉藤はじめの感情を丁寧に丁寧に線を重ねて白い紙に立ち上がらせます。作業すること5時間、斉藤はじめの一連のペン入れが終了です。最終的に涙を入れた原稿を見させてもらいました。わあ、すげえ、うん、流れがちゃんと統一されてる。こういう積み上げ方ってフランスの漫画にもアメリカの漫画にもないと思うんですよ、うん、このこじわじわっていうのをいかに何コマ積み重ねていくかみたいなのが日本漫画な感じするんですよね、うん。読者の心に響く人物の感情の流れを描きたい。その思いでこれまで画力を培ってきました。そして連載前の長い時間をかけたドラマ作りの努力、そのすべてがこもったクライマックスシーンが完成です。続いて連載の扉絵に取り掛かります。まずは下書き、斉藤はじめの一枚絵です。もうこちらでは一応の構成は出来上がったんですよね、うん、画面がね、こういう感じでどうかなとか、シーホルダー、あのシャカ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 って削るんですよ。浮いてますね。どうしようもないです。
休憩した。扉絵を描くっていうのはやっぱそのモードにならないと描けないんですよ。普通のコマの描いてる時と同じ描き方になってるんですよね。もしかしたら絵描きとしての種類も変わってるのかもしれないな。目を消してしまいました。眼球を描き直します。目が決まらないとあとはもう無理なんですよ、いくら描いても、ね、この作品はやっぱりこう命のやり取りをするようなシーンが多いじゃないですか、はいはい、その時の人間の目ってどう描けばいいのかみたいな難しいところあるんじゃないですかね。あります。殺気を込めないといけないですね、目にね。刀を抜いて今から切るわけですから、ね、でもこういう時もあれですね、目線はちょっとこう悲しみが宿りますよね。殺気のこもった鋭い目を描くため何度も描き直します。目だけで5回も描き直しました。修正を重ねるごとに目に力がこもっていますね。一番はまだ冷静ですもんね。いや汗かいちゃうよこの見るといやでもこういうのがねすごく興味深いんですよね。下書きが終了しました。続いてペン入れです。丸ペンと G ペンの使い分けのチョイスがこう見ててパターンが分かんないですね。決して細かいところだから丸ペン使ってるわけじゃなくて。そうじゃないんですね。ですよね。ちょっと時々ねペンが使いにくい時あるんですよね。 ありますね、うまく自分の線が引けないっていう時にちょっと気分変えて、うん、気分変えるために、ね、なんかサーラの時は丸ペンだったですね。あ、サーラ丸ペンだったですね、やっぱり大友タッチって大友さん丸ペンですからね、うん、サーラの時に大友さんのタッチにちょっと近づけたじゃないですか、ええ、わ今の最先端のタッチをこうやって取り入れていくって大ベテランの長谷さん本当に貪欲な方だなと思って、なんかそれを取り込み終わったら三吹市伝ではもう次の段階に行くっていう感じに見えるんですよね。あ、意識はしてないんですよね。初めからずっと同じを通してやってて、うん、だんだんと変わっていく
いろんなことを覚えてきますからね、うん、それでだんだん経験を積んでいったってことじゃないでしょうかね、うん、伝えたいものをどう描けば読者に届くのか、長安さんはそれを追求し、たった一人とどまることなく絵を磨き続けてきました。衣装の細かい部分まで全て自分で魂を込めて描きます。休みはないですね。ずっと起きてる以上はやってますね。帰ってないと落ち着かない。どっか遊び行ったって楽しくないです。帰ってる方が楽しいんです。貧乏症です。帰ってないとやっぱりなんかダメですね。生きてない気がする。した原稿を入念にチェックします。下書きでも悩んだ目、修正を入れ始めました。ペンが止まりました。10分にわたって悩みます。気に入らないんです、うん、目がね。悩んだ末、再び修正をします。寄り目ですね。歌舞伎なんかのこうやっぱり見栄を張る時とかも寄り目しますもんね。眼力を強める寄り目なのかな。そうですね、うん、強さですね。微妙なんですよね。微妙ですね、本当にね。微調整だね。目の細かな修正にじっくりと時間をかけます。デビューから53年、休むことなく、たった一人で描き続けてきました。少年時代に生まれた漫画への執念、それは全く変わることなく、長安さんの中で燃え続けています。まあ、好きだからですね。だって儲けようと思って入ったわけじゃないですから。絵を描くのはとにかく子供の時から好きで、
それを生かすにはそういうのをやりたかったんですね。食っていけなくなると困りますけども、食えるぐらいのものが入ればそれで書けるじゃないですか。書くことが好きなんですよね。納得がいくまで眼球に修正を入れ続けます。全くお一人で全く休みなく淡々と作業されてるっていうのは、なんかこう求道者的なね、そういうイメージで捉えてたんですけど、もしかしたらシンプルにご自身楽しんでらっしゃるだけかなみたいな感じもね。そうですね、楽しいですね、うん、今が一番幸せです、はい、好きなことやってますから。目の微調整がようやく終わりました。力強い目に変わりました。最後にトーン作業。カッターの刃を直接持って作業します。カッター刃のまんま使ってらっしゃるんですね、なるべく手と同じように近くに感じないと、遠すぎるとちょっと感じが違うんですよね、はいはいはい、本当爪で引っかくみたいな気持ちなんですよね、きっとね。なんかでもこれ良さそうだな。あとこの削りの時に微妙なタッチが出るかな。ちょっと打ち返ってやってみます。カッターの微妙な削りも完璧に入れたいんですね。ついに作業終了です。最後にハンコを押して渾身の扉絵の出来上がりです。武士の力強さを目に込めようと何度も修正を重ねました。たった一人休みなく描いてきた53年の歴史がこもった扉絵がついに完成です。ふざけることに真面目なあの人は上手に切り抜けるのは、ただひたすら絵を描くのが好きっていう、そういう姿を見させていただいたんだなっていうことで感動しましたね。いや恥ずかしいです。やっぱり腕が落ちたなとは思いますね。一本一本あの一話一話全部完璧に仕上げたいっていう気持ちがあるんで、その辺のジレンマですよね。剣の達人がこうザッってやり抜きして腕が落ちたなっていう。そんなかっこいいもんじゃないですけど、どうせそこならば完璧に描きたいっていう。気持ちですね。笑いながら泣いている。そうね、全然儲かんないけども幸せだね。この年になってまだ書いてるんですからね。それが幸せですね。